小島久輝は、地方競馬の北海道競馬道山義則厩舎に所属していた元騎手。勝負服の柄は白、胴黒縦縞、袖赤一本輪。岩手県奥州市出身。血液型 B 型。幼少の頃から競馬場に連れられて行ったことで競馬の世界に興味を持ち、水沢市立水沢中学校2年生の頃より、厩舎で住み込みで仕事をするようになる。中学卒業後、地方競馬教養センターを経て、岩手競馬は水沢競馬場、千葉忠和厩舎所属の騎手としてデビュー。1986年4月19日、水沢競馬場で初騎乗、10月12日初勝利。1993年ビクトリーカップで北天王とのコンビで重賞初制覇。1996年東華賞でプレザントに騎乗して逃げ切り、勝ち、その後川崎記念に挑戦したが落馬に終わる。1997年9月札幌競馬場で行われた3歳500万下でスーパーグランザムに騎乗して JRA 初騎乗初勝利。その後、この馬とのコンビで東京競馬場のIBステークスにも挑戦。デビュー7年目からコンスタントにリーディングの10位以内にいたが、1998年はノリアンがヘリリーディング13位に終わる。1999年の途中から騎乗をしなくなり、2000年1月に上山競馬場の太田勝夫厩舎に正式に移籍。移籍初年度から56勝を挙げ、リーディング7位に。2003年上山競馬の廃止により、北海道競馬の道山義則厩舎に移籍、毎年20勝前後を挙げていた。2012年5月1日一身上の都合により、引退。ありがとうございます。